いや、泣いちゃいますね、ラーメン見てもね、もうむるっときちゃいましたね。江上さん、本当にでも銅メダル取れてよかったってみんな思いましたよね。いやー、そうですね、なんかこういうチームとしてこう掴んだメダルっていうのは、なんか選手たちの言動もそうでしたけど、まあ、なんかその画面から伝わってくる結束力みたいなものがこういう素晴らしい結果につながった気がしますよね。ですよね。卓球っていうスポーツの面白さみたいなものも改めて感じません？見方が変わりましたね、あの卓球漫画とかって、本当にあるのかっていうコマっていくつかあるんですけど、それが今回そういう世界もあるんだなと思って。格闘技みたいですよね。だから美馬ちゃんが後ろに下がらないね、解説の宮崎さんっていう方がねすごくて、あのね、負けてるのにいいですよって言うんですよ。だからね、ちょっとその宮崎解説にちょっと励まされて昨日応援したところもあるんですよ。本当に良かった、良かったです。そしてこちらもシンクロ日本復活ののろしを上げました。メダルへ期待が高まる女子バドミントンの高松ペアなんですが、今日はスタジオに松友選手が実際に使っていたラケットをお借りしてきました。ここにですね、そのサインも入っているんです、これ特別に、じゃあ前田さん持ってみてください。ちょっと持ってみてください。落としちゃダメ、だってすばきゃらさんが普通に持ってるんだから。まあそうなんですけど、お借りしてきたものを持ってみてください。失礼します。どうですか？軽いっすね。そう、めちゃめちゃ軽いです。軽いですよね。普通のラケットより何分の1かが軽いですよ、そうなんです、あの一般的にですね、女子の選手というのは 80g から 85g のラケットを使うそうなんですね、ただ松友選手は 77.2g と特別に軽いタイプのラケットを使うそうなんです。これが特注ですよね。特注です、で軽いものはですね、打った時にこう衝撃でブレやすかったり、風でブレやすくって、あの大抵の線ですね。なので松友選手はパワーではなくコントロールで勝負するタイプで、軽くてしなやかなラケットが向いているということなんです、で開発を担当したスポーツ用品メーカーウィルソンでは 0.1 グラム単位で軽量化を図って、繊細な松友選手のリクエストを実現するために試作品を100本以上作って、ようやくこのラケットを仕上げたということで、とてもバドミントンができる感じじゃないね。本当ですね。謎の人ですよね。怪しい感じがするけど、あれ軽いですよね。まあ、こうした職人技がやはり日本のバドミントンの快進撃を支えていると言えると思います、これまでさっぱかなりその、メーカーの担当者と密に話をして、でメーカーの担当者もやっぱりまさにチームスタッフとしてね、金を取ってほしいっていう思いで仕上げたってこう言われてるんですよね、で攻めて、その松友選手はこう冷静に判断されてフォローされるイメージなんで、このなんか小回りを聞く感じってすごいやっぱり理にかなってるっていう感じしますよね。もうことなんですよね。あの高橋選手が後ろでバンバンバンってやってくれる中でね、そのタイミングをね、松友選手はこうちょっと待っててね、でここだっていう時にちょっと気をつけて、いいですね、気をつけて、動きをするっていう、さっきの卓球と同じでね、バドミントンの奥の深さもね、もう全然あれですけど、ちょっとずつ感じてきてるところありますよね、我々もね。ビシビシと、手荒れも使われて、使われておきますね。軽いです、ありがとうございました。全然喋んない、全然喋んない、軽かったです。さて、リオオリンピックで宿泊料金10倍に跳ね上がったホテルもあるそうです。そして瀬戸選手、本当にね、弾ける笑顔だし、本当にあのみんなに握手してというね、そうですね、あまり疲れもね、なさそうでした。気持ちが伝わる動きでした。速報でお伝えしました。さあ、続いてはシリーズでお伝えしています、リオから見えた東京オリンピックの課題です。3日目はこちらです。オリンピック期間の観光客数、リオはおよそ50万人、では東京は、前田さんいかがですか？まあちょっと治安などの問題があって、リオに行かれる方は多分少なくなったと思うんですけども、たった東京はそこまで安全だと思われてると思うので、そうなんですよ。でなんかご飯も美味しいだろうしとか、それなりにね、いいって思われてれば倍は行くでしょ。100万は余裕、リオよりは行きますかね。余裕でしょ。行くかもしれないと。僕もそれぐらいですかね。そうですね。本当に海外からの観光客の数気になるところなんですが、いずれにしても観光客の受け入れ、東京が抱える大きな課題となっているんです。そうですね。しかももう価格が高騰されてるので、ちょっとまあ選手の両親とか身内の方々が、その手の届きやすい価格にはしていただきたいなとは思いますけどね。いろんなこと思っちゃいますね。足りないんで。足りないんですよね。でしかも足りないと、このまま行くとやっぱりリオのような信じられないね、ホテル代の高騰っていうのが東京にもやってきかねない。いないっていうのは心配ですよね。そうですね。まあだけど、あのホテルの、関係者に聞きますとですね、もうすでに東京オリンピックを目指して、この
内の一流ホテル20年にかけては、ある意味で外国人の労働者の方々をホテル業界に受け入れるかどうか、こんな問題まで、ね、波及すると思います。どうしても皆さんは何ですか。さあ関東地方、台風が去って本当に暑くなっていますが、木村アナどこに着いたでしょうか。読んでみましょう。タクヤバスネイトさんね、たくさんの人が来てくれました。これでは今日の見どころ見ていきましょう。こちらです。300年続く下野、まあ、この辺りのね、小金井宿からの下野というんですが、下野今も33度あって、まあ、暑いかなと思うんですが、風がね強くなってきたんですよ。実はあの今夜天気が不安定になりそうなんです。予想を見ていきます。すでに山沿いでは局地的な雨が降っているところがあるんですね。小山、新田、さらに小金井、 9.5 キロ走ってきました。ご覧ください。この暑さだからね。皆さん行ってきます。ありがとうございます。うわ、午前9時半昨日中継しました鳩麦畑を出発、気温30度、朝から日差しがもう痛かったですね。空はまだ台風。出発から1時間半後の11時、気温がぐんぐん上がり36度、猛暑日になりました。風がね、熱風のように感じられました。今日は どこまで行くんですか。今日は小金井、ラップしてるラップ、日光街道の宿場町で一番小さかったというおよそ 6.5 キロ走り、新田宿に到着です。中継先のある下野市の小金井宿まではさらにあと3キロ。いよいよ小山市から下野市にやってきました。やっと来た。はい、その小金井駅の近くにありますオアシスポッポ館の中に入ります。ポッポ館、この辺りのね、下野の名産品がこちらなんですね。かんぴょうくん、福部と言います。よっ、6キロあるんです。果実かなり重いんです。いるんですが、実は皆さんも知っているあの食材なんです。こちら福部をまずは専用の機械に農家の方が入れて皮を剥いていきます。で、大きな福部がどん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 小さくなっていきます。で、それを干していきます。もう皆さん分かりますよね。はい、その通りでございます。正解はこちら、かんぴょう。下野市がね、日本で一番の生産量を誇っているんです。 97% が栃木産で、そのソランちゃんご紹介しましょう。歌子さんでございます。よろしくお願いします。かわいいな。今日は歌子さんに腕を振るっていただきました。こちらにかんぴょうレシピがあります。かんぴょうの、ね、グルメたくさんありますが、こちらがまずはかんぴょうチッペ、こちらがかんぴょうサラダ、そしてこちらものなんですが、こちらかんぴょうに卵がねありますよね。いただきます。はい、かんぴょうの食感がね、ちょっとコリコリしたり柔らかい部分があったりや、あとお吸い物の醤油ベースのこの味付け、地元に帰ってきた感じがしますね。美味しい。僕こういうの大好きなんですよ。ありがとうございます。美味しい、とっても美味しい。そのアピール、栄養価もねかなり高くて、地元のです、あの給食なんかでも使われたり、あとは各家庭に味噌汁代わりにお吸い物が出てきたりということなんですね。かんぴょうグルメ美味しくいただきました。ありがとうございます。はい、さあでは明日の出来ポイント見ていきましょう。いやー、ただ日差しは厳しいもんがねありそうでした。本当熱中症お気をつけください。さあ前田さん、はい、じゃあ毎日いきましょう。はい。